グローバルサプライチェーンやスマートシティ、ヘルスケア、環境対策など企業・業界を超えてつながるコネクテッドな世界の実現に向けて必要となる取り組みは何でしょうか。これからはデジタル上での膨大なデータをつなげ価値あるものに変え、データの流通を安心・安全にコントロールすることが求められていくでしょう。コネクテッドな世界の実現のために課題となるのが人・データ・プロセスの3つのトラスト、信頼性です。これらの課題を解決するのがデジタル上でのデータの透明性を実現し、人やデータのトラストを保証するテクノロジー、デジタルトラストです。富士通ではこの分野の研究開発にいち早く取り組みリードしています。富士通の代表的なデジタルトラスト技術にはこの3つがあります。アイデンティティエクスチェンジ IDYX は、複数の組織にまたがる個人データの流通・利用を個人主導で安全にコントロールすることを可能としたり、個人データの真偽や信頼度を判断することにより、人のデータをトラストに活用することができます。強化的トラスト技術は、デジタル署名や本人認証を取引やクラウド利用時に意識させずに自動付与、デジタル空間上でのデータ生成過程での改ざんを防止し、流通するデータのトラストを実現します。チェーンデータリネージュ CDL は、ブロックチェーンの履歴管理に独自技術によるデータ連結を加えることで、共有情報をコントロールしながら異なる組織間でのデータ生成・加工などの履歴をエンドトゥエンドでトレースすることが可能に。生産者・流通・消費者までプロセスのトラストを実現します。デジタルトラスト技術は、企業・業界を超えた安全なデータ流通・活用を加速するものとして、サステナブルな製造・流通・ヘルスケアデータの創薬活用、行政サービス強化、環境対策をはじめ、さまざまな分野での活用が期待されています。富士通のハイブリッド IT は、進化するテクノロジーを使いやすい形で融合し、企業をまたがるあらゆるサービスやデータを信頼でつなぎ、安心と安全が息づく社会を目指します。そしてサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。